手応えがねえはずだ。離れて。少しでも傷があれば即座に巨人化したはずだ。つまり傷一つなく捕獲されている。俺が万全だとしてもあそこに突撃する選択はしない。だから落ち着け。ミカさん早まるな。俺が大鳥になり敵集団を引きつけるまで。これは無理だよ兵長。戦うためだけに生み出された歴戦の巨人兵法。あの野郎。兵長急げ。アルミンを取り戻すぞ。それ以外に勝つのはねえ。さもなくば全員ここで犬死にだ。同じを攻撃しろ。二班に分かれて同時にやるぞ。兵長。でも。でもなんだよ。あのバカに言ってやりたいことは5番とあったが、くそ。私このライフルで援護できるから。それで死ぬ巨人はここにはいない。見つけてもこのざまじゃ。足でまといか。くそ。俺たちの役目はあそこで終わりだったのかもしれない。ガキどもを海に届ける、そこまでの役目だったとしたら違う。俺たちが夢見た巨人のいない世界は呆れるほどおめでたい理想の世界だったはずだ。エルヴィン、俺はお前を選ばなかったことに悔いはない。当たった。そのようだ。ここだ。バカな。ジーク。ライナーはどこだ。あの爆発を食らってまだ生きてんのか。マリア、一体なんだ。さあな、ただ、やっぱりな。お前があれで死ぬとは思ってねえからよ。でもどうすりゃいいんだ。あの爆発に耐えた奴をどうやって殺す。狙うべきはエレン。この煙、あの光るやつから出てる。死んだ。いや、巨人が死んだ匂いじゃねえ。ミカさん、ピーク。アッカーマンと巨人の力を持つ者は例外だろう。早くしろ。ミカさん、しっかりしろ。もうエレンを殺せるのは俺たちだけだ。よくして。階段に行くよ。う、お前ら、これが結末らしい。
見てきた物語。